ラグラン受点、L1L5 波浪軌道とは、ラグラン受点の周りを周回する軌道である。ラグラン受点には、質量がなく平行点であるので、厳密に物理的に言えば、探査機は、ラグラン受点の周りを周回しているわけではなく、ラグラン受点近くを閉じた軌道で周回していると言える。波浪軌道は、二天体の重力と探査機の更新加速度が複雑に、 関係した結果実現されるものである。ハロー軌道は太陽、地球系や地球月系など多くの三体問題系に存在する。また、各ラグラン受点において北側と南側の2つの波浪軌道が存在する。ハロー軌道は不安定であるので探査機をこの軌道にとどめるためには何らかの軌道制御が必要である。この種の軌道についての呼び名は 天文学者、ロバート・ファー・カリエが彼の博士論文において、ヘイローさんと名付けたのが最初である。彼は、宇宙機を月の裏側の波浪軌道に配置し、アポロ計画で月の裏側に着陸した、際の通信中継拠点として使うことを考えていた。このアイディアは、アポロ計画においては実現されることはなかったが、コンステレーション計画において採用される可能性も、残されていた。 初めてハロー軌道に投入されたのは1978年に打ち上げられた異星マイナス3アイスである。異星マイナス3アイスは太陽、地球系の L1 点に向かいそこに数年間滞在した。次にハロー軌道を利用したのはアメリカ航空宇宙局と欧州宇宙機関が共同で運用する太陽観測衛星双方である。1996年に 太陽、地球系の L1 点に到達した。双方の軌道は異性マイナス3の軌道によく似ている。その後もいくつかの探査機がラグラン受点に到達しているが、これらの多くは周期的でないリサ重軌道をとっており、厳密にはハロー軌道とは違うものである。ファーカリエはハロー軌道を記述するのに解析的な表現を用いたが、キャスリーン・ハウェルは 数値計算によってより厳密な軌道を示した。ハロー軌道を持つ直近の宇宙機は2001年に打ち上げられたジェネシスでハロー軌道への投入と脱出を効率的に行うための力学的な理論を初めて実践した例である。ファーカリエ、RW、The Control and Use of ョ i b r a t i o n ポイントサテライツ、PhD Dissertation デプト、オブエアロノーティクスアストロノーティクス、スタンフォードユニバーシティ、スタンフォード、CA、1968ドナム、DW& ファーカリエ、RW、ライブレーション、ポイントミッションズ1978から2000。ライブレーションポイントオービッツアプリケーションズ、パラドール・ D アイグアブラバ、ギロナ、スペイン、ジューン2000ハウエル、KC、3、ディメンショナル。 ペリオディック、ヘイロー・オービッツ、セレスティアル・メカニクス、ボリューム32、ナンバー53、1984。ありがとうございます。